ホビーランドポッチ YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。こんにちは。今日はですね、はい、5月のイベント情報をね、はい、来月の5月のイベント情報をお送りしたいんですけども、あの5月はやっぱり毎年恒例ゴールデンウィーク、ね、秋葉原で、ポチフェスやらせていただいております、うん、今年も 3,4,5,6,4 日間、開催させていただくんですけども、それは毎年恒例の話ですね。そうですね、はい、よろしくお願いします。なんか今年は違う、はい、それだけじゃないっていう噂を聞いてるんですけど、はい、なんかあるんですか。はい、実は静岡で模型フェスティバル開催いたします。素晴らしい。はい、静岡です。初の出張模型フェスティバルです。あ、そうですよね、はい、ポチがないところで、ポチがない店舗、あ、地域で、はいはい、開催いたします。させていただくということで、はい、まあ、その出張開催栄えある第1回目が静岡、そうですね、静岡ということでございますんで、はい、5月の11、12日、はい、5月11日、土曜日、日曜日ですね、あのグランシップ静岡という、静岡の隣の駅、東静岡の駅前ですね。東静岡駅、はい、駅前にグランシップ静岡という、駅近ですか。もうすぐ駅から見えてます。あ、そうなんですね、はい、あ、すぐそこっていう形ぐらい、見えてる場所で、あの、開催いたします。あの、ポスターではこれ富士山見えてます、はい、こんな見えるような場所ではないんですか。見えるんです。あ、見えるんですか、はい、グランシップ静岡の、まあ、もちろんこの会議室からはご覧いただけないんですが、はい、この会議室の裏展望があるとですね、展望ロビーっていうところがありまして、めちゃくちゃ綺麗に富士山がいます。いや、そうですね。で、実は、はい、富士山だけじゃないんですよ。ほうほうほう。線路もすぐ横に、まあ、グランシップ静岡ありますので、はい、新幹線が走ってたりですね、貨物ターミナルがあるんですよね。そこにも貨物、まあ、コンテナいっぱい置いてありますし、まあ、もちろんあの JR 東海の車両ですね、3日3系とかも、ガンガン走ってくるんで、ってことリアルに富士山をバックに鉄道が見える、はい、見える場所です。内容としては、はい、まあ、ポチフェスは皆さんよくご存知の方もいっぱいいらっしゃると思うんですけど、うんうん、はい、今回はですね、はい、鉄道模型、まあ、鉄道模型フェスティバルというのを主軸で、はい、あの実施しておりますが、はい、今回は模型フェスティバルという形でトイの方も参戦します。本当だ、正直うまく気づきましたね。実は鉄道模型フェスティバルですけど、模型フェスティバルに変わってますよ、はい、鉄道以外にもですね、はい、あのフィギュアとか、はい、あとドミノもありますね。あと飛行機モデルとかですね、こういったものもあのご用意しております。もちろん静岡でございますので、はい、タミヤさん、はい、バンダイさん、はい、いろんな、メーカーさんありますが、もちろんタミヤさん、バンダイさんの商品もご用意してお待ちしています。実はこの2人に、はい、まあ、11、12ですね、静岡の、はい、セミネッセ静岡というところでホビーのイベントありますよね。あの、はい、あの有名なイベントありますので、同じ日です、同じ日です。あ、ぜひですね、徒歩で大体15分から20分ぐらいなので、歩いて、まあ、帰りに寄っていただくのもありだと思います。まあ、そちらのイベント行っていただいて、はい、お帰りの際にはぜひ、そうです、そうです、はい、ぜひこちら寄っていただいて、はい、まあ、東から電車乗るのもよろしいですね、はい、時間も、10時から18時だというで、12日は10時から17時だと、はい、でも結構遊んで遊びに来ていただけたらなと、ぜひ、はい、思います。今回初の、会場での、催しになりますので、はい、ちょ整理券とかをですね、あの各イベントも何度も実施している鉄道模型フェスティバルですから、はい、ここで整理券配りますとか、何時からここで配りますっていうのは、はい、まあ、皆さんよく、ご存知だと思うんですが、はい、今回の静岡のこちらのグランシップ静岡、はい、での、整理券の配布場所なんですが、はい、8時から9時、朝の8時から9時は、はい、会場のメインの入り口、施設の中ではなくメインの入り口、はい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 、はいはい、ここで、はい、整理券の配布を行います、うん、8時から9時はメインの会場の入り口、はい、そうですね、はい、あのスタッフが我々が、はい、いるんですね、そこで8時で、はい、8時で整理券を配り始めます、はい、で9時から10時、
この時間になりましたら、はい、グランシップ静岡の方が、開場いたしますので、はい、この会議室、1001の2号室、はい、こちらの方で会場の前で整理券の方を9時からは配布いたします。あ、なるほど、はい、じゃあ来た時間によって、あ、もう9時過ぎてるなと思ったら、はい、もう直接会議室の方に来ていただけたら、ね、はい、ということですね、はい、今回ですね、はい、まあ、あのお客様からの声でここでフェスティバルやってほしいという、はい、まあ、ポチのない地域でやってほしいっていう声が結構皆さんから寄せられてですね、はい、まあ、今回それではじゃあちょっと静岡でやってみようということで第1回目でありますので、はい、これからもしこの静岡でのフェスティバルが、はい、まあ、来場いただいたお客様によって大成功を収めることができればまたここでやってみようとかそこでやってみようとかっていうことに発展していくと思いますの で、ぜひともですねこのフェスティバルに、静岡こちらの方に来ていただいてですね、我々ももちろん盛り上げていこうと思いますので、うん、たくさんのお客様にご来場いただきまして、ね、盛り上げていただければなと切に願っております、はい、なるべく、ね、お客さんの声を、ね、そうですね、反映させていろんなところで、ね、できればそうですね、そうですね、ポチフェスを開催したいというのが我々の夢ですので、うん、はい、ぜひともポチフェスに静岡、ぜひ皆様お越しください。よろしくお願いします、はい、それでは皆様、はいはい、ご来場お待ちしております。よろしくお願いします。